こんにちは、みずきです。今回はドラッグストアの購入品をご紹介していこうと思います。はい、ということで2020年に入って初めてのドラッグストアの購入品です。最後は確か年末かな。年末にもお買い物したんですけど、日用品とかが切れたのでまた買ってきました。じゃあパパッと日用品からご紹介していきます。まず一つ目はこちらです。スコッティフラワーパックの3倍長持ちトイレットペーパーです。バブルの 75m が4つ入ってます。これは確か前にも紹介したことがあるんですけど、3倍長持ちするタイプなのでこの4つで12ロール分あります。なのでこれお買い物行った時もね、全然荷物にならないし、ほんと一人暮らしの方にはおすすめです。これを何個かストックで買っておくのもね、すごいいいと思います。ちなみに今ね、このエリエールの消臭タイプのものを使ってるんですけど、それがもう残り4つで結構ね、減りが早かったんですよ。なのでまたこっちの方を買いました。これもすごい良かったです。最初はねちょっと香りきついかなと思ったんですけど、うちのトイレが常に換気扇がついてるので、意外と使ってみるとそこまできつい香りはしませんでした。というかめちゃくちゃ清潔感のあるいい香りになるので、これもすごい良かったですね。ただまああんまり長持ちはしなかったので、まあたまに買うくらいでいいのかなと思いました。ただ換気扇がついてないトイレだとちょっと香りがきついかもしれないです。なので安定の長持ちタイプを今回は買いました。はい、そして2つ目こちらです。キッチン用のマジックリンを買いました。はい、こちらは初めて買いました。これはコンロとグリルと換気扇に使えるみたいです。私コンロの油汚れはいつもシートタイプを使ってたんですけど、たまに頑固な油汚れの時にちょっと落ちづらいんですよね。なので結構ゴシゴシして落としてたんですけど、なんかこのキッチン用のマジックリンがねすごい落ちるみたいで、ちょっと使ってみたいなと思って初めて買いました。まあ普段は全然シートタイプでいいんですけど、そういったちょっと頑固な汚れの時にこれを使おうかなと思います。で、除菌も同時にしてくれるみたいなので、それもすごいいいですね。はい、そして3つ目こちらです。キレイキレイの薬用キッチン泡ハンドソープです。はい、こちらはですねリピート品になります。これはねキッチンには絶対なくてはならない必需品です。料理中にお肉とか魚を触った時に結構手がベタついたりとかちょっと臭くなったりするじゃないですか。そういう時にめちゃくちゃ使えます。ほんとパパッと手を洗うだけなんですけど、お肉の脂とかもねしっかり落ちてくれるし、魚の生臭い香りもかなり減るので、これは本当に私大好きでキッチンに置いてます。で、泡タイプなので結構長持ちもします。いつもはこれの詰め替え用を買ってたんですけど、結構ね使い古したというか、入れ物もちょっと新しくしたいなと思ってこれを買いました。はい、続いてはこちらです。キレイキレイの薬用液体ハンドソープの詰め替え用です。これはさっき紹介したキッチン用ではなくて普通のタイプのハンドソープです。洗面所に置いてるハンドソープが切れたので新しく買いました。キッチン用はめちゃくちゃリピートしてたんですけど、これは初めてですね。いつもアイハーブとかでねハンドソープ買ってたので、日本のこういった普通のハンドソープがねあんまり分かんなくて、とりあえずそのお店で売れてたこれを買ってみました。なので皆さんのおすすめとかもあればぜひ教えてください。はい、続いてはこちらです。オシロムレニューフレッシュ、こちらのコンタクトレンズの洗浄液を買いました。私洗浄液は絶対これっていうものが決まってなくて、なんかその時特売だったものとかをね買ってるんですけど、最近は結構これが多いかな。3回くらいはリピートしてると思います。で、私が買ったのはこの 500ml、 これが1本とこの 120ml が入ってるものを買いました。このミニサイズ意外と使えるんですよ。泊まりの時とかはねすごいちょうどよくて、このミニサイズのセットは2回目ですかね、リピートしました。で、このレンズケースもついてます。まあ、洗浄液は大体全部そうだと思うんですけど、洗浄とすすぎと消毒と保存とタンパク除去がこれ一つでできるので、なんかそういうお手軽なものをね買うことが多いです。はい、続いてはスキンケア用品です。じゃじゃん、こちらのコリンドファームのミセラークレンジングジェルの 500ml です。久しぶりに買いました。これも2回目だったかな、リピート品です。こちらはジェルタイプのクレンジングになります。私基本クレンジングはジェルタイプもクリームタイプもオイルタイプもミルクタイプも水タイプも全部ねストックというか、その時の肌の状態とか用途に合わせて使い分けてるんですけど、ジェルタイプがちょうどなくてまた新しく買ってきました。まあ、これはリピート品なんですけど、ダブル洗顔不要の結構ねお肌に優しめのクレンジングジェルなんですよ。敏感肌にも使える自然由来のクレンジングジェルで、メイク落としと洗顔と保湿が同時にできるので、かなり時短になるクレンジングでもあります。
だから時間がない時とかちょっとメイク落とすのがめんどくさいなっていう時にこういうものを使ったりしてます。しかも肌に優しい割にかなりメイクが落ちるので、これは結構好きな商品です。ただ香りがねちょっと香水っぽいきつめな感じがするので、そこだけちょっと微妙なんですけど、慣れれば全然 OK なので気になる方使ってみてください。はい、続いてこちらです。じゃじゃん、お風呂用のボディタオルを買いました。固めのタイプです。結構売れてるらしい。私これ初めて買ったんですけど、今使ってるボディタオルがねかなりちょっとほつれてきた感じ、もうしっかり使って買い替えたいなと思ったので新しくしました。でボディタオルも2種類使ってるんですけど、柔らかめのかなりこうなんだろう、ふわふわしたボディタオルと固めのパリパリ系のボディタオルをね使ってるんですけど、その固めの方を買い替えました。今回買った方がちょっと柔らかめかな、なんかそんなにガサガサしてなくて、なんか泡立ちもすごい良さそうな作りになってます。でも3200万枚って結構すごいですよね。あ、日本製なんだ。こういう特許とかも取ってるみたいで、個人的には結構期待ができます。なんか肌が乾燥してる時は柔らかめの方をね使ってるんですけど、基本的にはこういう固めのタイプの方がねちょっとこう洗えてる感じとかもあって好きなので、こういう固めは絶対買っちゃいますね。またよかったらお伝えします。はい、そしてラストこちらです。じゃじゃーん、のびのびバンドのソフトエキスパンダータイプを買いました。これね、買うつもりなかったんだけど、レジに並んでる時にちょっと気になって買っちゃいました。うん、ゴム臭い。まあでもそこまでかな。うん、こういう感じのゴムバンドですね。まあソフトタイプなのでそんなに硬くはないんですけど、まあ、結構作りはしっかりしてるかも。うん、でこれが胸、背中、肩、くびれ、二の腕、太ももと書いてあって、こういう風にいろんな風に使えていろんなところをね鍛えられるんですよ。個人的に一番したいのがこの肩甲骨周りと二の腕と太ももっていうか、まあこれ全部やってみようかな。ちょっと正月太りって言ったらあれなんですけど、年明けから結構ね食べたり飲んだりたくさんしてるので、ちょっと体重が戻った感じがあって、なんかお家でね簡単にできる運動をしたいなと思ってこれを買ってみました。あ、でも結構効きそう。しかも私結構肩こりとかもひどいので、そういう肩こりとかにもストレッチいいらしいんですよ。だからちょっと今日からベッドの上とかでもいいのでね、やっていこうかなと思います。なんか成果が出たらまたお伝えします。はい、という感じで今回はドラッグストアの購入品をご紹介していきました。年末にねベストコスメではなくてドラッグストアで買ったものとかのおすすめをご紹介するって言ったんですけど、使い切ったものとかも結構あって動画にできなかったんですよね。なのでまた新しく買った時にインスタとかで買ってよかった商品としてまたご紹介しようかなと思ってます。私が実際一人暮らししてるので、そういった一人暮らししてる方の参考とかにもなればと思います。ということで今日もご視聴ありがとうございました。では。